はい、どうもラメちゃんです。今日ソロチョコで、多分今シーズンの締めになると思うんで、今日はね、最後マッツンがおすすめしてくれた沢に行ってきます。感じはこんな感じで、水量もそこそこあるんで、いきなりいい場所あるからやってみます。いきなり来たぞ。ああ、落ちた落ちたネット遅いよ、遅い。もういいよ、出だしいきなりイワナだったかな。いや、変なところで来たな。いやー、どこでもいそうだな。いた。右から出てきたな。ゆっくり。あー十何センチぐらいかな。俺の目が悪すぎて見えよ。ああ、ここで来た。びっくりした。よし。はい、映ったかな。今ね、ここの岩のところ、そっちやって、まあ、反応ないからって言って、ここにちょんと落としたら一発できちゃって、ちょっとアングル的にヒット芯が映ってないかな。まあサイズ的にはね、かわいい岩な。はい、まあ綺麗だね。まあシーズンラストに来てくれれば、はい、かわいいわな。これはね、もうこれは来年来てもらえるようにね。おれおいで、ほいほいほーい。でこちらね、はい、リリース、はい、バイ。うわー、ここなんか綺麗、日が当たって、ケースがあれば喜んで映りますよ、映しますよ。綺麗だね、ここ、すげえいい。
日光最高、日光最高。そこで絶対に出さないとまずい。どれだかがない。まあそうだね。こういうところでね、尺になるイワナは多分俺の5倍ぐらい頭がいいんだろうね。おおおお、なんだなんだなんだな、あっ、なに、ルアー釣れたぞ今。全然気づかなかったよ、もうびっくりした。とりあえず一匹目話頑張ります。ねえ、このキノコ、この動画を見た方でこのキノコが食えるか食えないか、よし、これは毒キノコですか、教えてください。いっぱいある、これ食えんのかな。お、チェッ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 、あー、いるね、いっぱいいっぱいいる、いっぱいいる。ここランニングだな。そこそこにサイズも良かった。警戒心強い、秒で秒で、うわ、またスズメバチ、もうやだ。12時57分。さすがにいなそう。ちっちゃいね。うわー、バレたー。今んとこ今日一
あー悔しい。来たよ、来た。やった来た。よし。カメラ入ったかな。よし。よし。よかった。来た。はい、ようやく。サイズ的に。ちょっと満足いくイワナが出ました。見えるかな、ね、いいイワナ。こんな感じです。はい、はい、やっとこう満足いくサイズです。マジで嬉しい。およし。じゃあこいつは来年ね、また同じところに。はい、バイバイ。はいはい。あ、どこ行った？お、行った。ありがとう。あそこ行ったね。そこ。あ、ワンとこ。いやーよかった。とりあえずまだ釣れるかな。頑張りまーす。オッケー。出た。じゃあちょっとね、これも角度的にヒットシーンがあったか。ここ泡から、手前に引いてるとこでかなり投げてね、来ねえなと思ったけど来た。はい、そこそこにね、真っ黒イワナ。よっ、はい、ありがとう。はい、バイバイ。これまた登れんのかな。あー来た、すげえ、ここにいる。いやー今多分かかったよな。うん、見てるけど手前の木が邪魔だな。うっ、あー、バレたー。くそ、あれ、狙い通りだったのに。